皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、停滞している教室の先生へ、選択と集中をすると売り上げも倍になるというお話をしていきたいと思います。いろいろなシーンでですね、ご相談に乗るんですけれども、最近ですね、いろいろご相談に乗ってて感じることが、教室の先生は、いろいろなことをやりすぎているというそういう感じがすごくしてるんですよ。で私も同時並行でいろんなことをやっているんですね。いるんですが、その時々にですね、選択と整理を必ずしています。でどういう基準で私の場合整理しているのかっていうと、まず一つ目は自分の時間がどんどんなくなってきているなと感じるときに、売上高が高いものとか売れているものを残してあとは切るかお休みするみたいな、そんな感じで講座の整理とかもやります。で場合によってはサイトの閉鎖もしたりとかしますし、その授業もやらないという形に閉鎖をする場合、あとは保留にしておくケースもあります。で、それで最小限というか自分の時間は限られているので、その限られている中で最大のパフォーマンスを出していくように、まあ大きいのは1年に1度ですね、年末にどうするっていうか、まあ、年末前には決めていて、新年どうするかって決めるんですけれども、あとは3ヶ月ちっちゃいの3ヶ月か半年に一遍授業の見直しっていうのはやっているので、まあ、教室の先生も多分そういうのが必要かなというふうに思いまして、今日はですね、選択と集中の考え方、こちらについてお話をしていきたいと思います。それでは本題に入りたいと思います。まずなぜ、そういうお話をすることになったのかっていう経緯なんですけれども、私のクライアントさんと、大体こう年末ぐらいとかにですね、1年の売上の総括とかでどういう日目でいくら稼いでいてとかっていうので、来年それを向かっていくときにどこの事業を残してどこを辞めるかとかいう、ご相談をするんですよね。でその時に大抵いただくその表がですね、その1年前の年頭に打ち合わせした内容より内容がかなりこう膨大になってるケースが多いんですよ。で理由は分かっているんですが、理由はですね、生徒さんがそれを習いたいと言ったからっていうことで、大体イベントレッスンが立ってったりとか、その講座をやってみようみたいな形で、まずやってみるっていうことで、売上がねちょびっと立っているような状態が残っちゃってるものとかあるんですよ。で、その試すっていう意味では、それが売れそうなものでロングランになりそうなものであれば、試すために講座を作ってやってみるっていうのは構わないんですけれども、手当たり次第にやるとですね、どういうことになるかっていうと、単純に時間がなくなります。効率化っていうことを考えると、やはり同じような属性の方に同じようなレッスンをしていくっていうのが、基本時間が重なりますし、材料とかも重なるから効率化はすごくしやすいんですよね。ただ一方で、例えばその授業的にですね、1個だけよりは複数授業同時に回す方が、リスクヘッジ、リスクは減るよっていうことも私歌っていたりするので、バランスなんですよね。器用じゃない人はもちろん1個でもいいんです、授業が。ただその中でレッスンの日目がですね、異常に多いと結局そのどれかに引っかかるかもしれないからっていうことで、こう風呂敷を大きく広げている先生とかも結構多いんですけど、それをやるよりもこれは人気だよねって分かってるものを軸だけ残して、あとはたまにあれば、集客は頑張らないけどたまにあれば受けるぐらいにしておいて、外向きに見せるのが特徴があるものを中心にパッと見せていくっていう形にする方が、
結果として集客の方向も一本に定まります。その発信していく内容とか方向性が一本に定まるので、SNS の発信も一貫性がある形になりますし、自分の時間も節約できるっていういい面が多いんですよね。だから、どこかでですね、これはやめる講座、これは残す講座っていうのをたまにこう精査しないといけない。で、十何年とか続いてる先生は、その既存の長い方と離れがたくてですね、なかなかその講座をやめられないっていう方も非常に多いのもよく知っています。で、そのケース、いい点と悪い点があるんですけれども、まずいい点は集客しなくても集まってくるっていうことですよね。その方たちは長年習ってるから、こう惰性でというか慣れでそのまんま通ってくれてるので、集客はいらないっていうメリットは一つありますね。ただし、この人数が少ない場合には、その方たちのためだけにレシピを作り続けることになるので、私が聞いた限り、十何年以上、十四五年とか通ってる生徒さんのためだけに必死にレシピを作り続けて、1300ぐらい持ってるっていう話を聞いたことがあります。結局それは新規の人をちゃんと募集するために、その古いレシピとかもブラッシュアップして提供していけば、そんなにこう試作デマとかかからなかったりとか、あと今で言うと動画販売とか、そういうこととかも本当はできたりするんですよね。ですから、その眠れる資産を生かすっていう意味でもですね、そのレシピを作り続けながら、昔の人をずっと接客し続けるっていうのはどうかっていうのもちょっと考えた方がいいです。で、やめろって言ってるんじゃなくて、時間的に余裕がある方だったらそれはやり続けてもいいんですけど、新作レシピを作り続けるんなら、当然それを使ってくれる人をやっぱり集めた方がいいわけですよね。で、古い人のためだけにそれをもしもやり続けるのであれば、どこかの段階でですね、その方たちに昔のレシピのリバイバル、ちょっと手を加えて今風にしてとか、そういうのでこう納得いただく形で、ゼロからをやり続けるっていうのはやはり非効率かなと思いますね。あとは付き合い続けたいのであれば、そこはこう仕事として考えない、ボランティアということで、収益性を求めない、自分の時間も使うけれども、その生徒さんたちと長く付き合いたいからということでやると、割り切って新規の方をきちんと集める体制を作るっていう形ですね。で、古い方だと、やはりよくお話伺うのが、値段が上げられないというのもよく伺っているので、古い方をずっとやり続けるっていうのは、ほぼボランティア、自分も楽しいしっていう領域に多分置いた方がいいかなと思っています。新規の方に関しては、サービスの内容も金額も上げてっていうことが、それを見て判断して入ってくださる方っていうことになるので、そこはね、大丈夫だと思うんですよ。ちゃんと価値が伝えられればですよ。ですので、むやみやたらに講座を増やすっていうのは、おすすめはやはりできない。 できないんです。はい。なので、選択と集中ですね。自分はどの、ブランド、どういう教室の先生として外向きに一本見せていきたいのかっていうのを、ご自身でやはり決める必要がありますね。で、ご自身で決められないケース、だから自分はどの立ち位置で見せていくのが外向きに有利で、かつ集めやすくってトレンドに乗ってるかっていうのが自己判断できない場合には、やはり第三者、コンサルタント的な人に自分の状態を見てもらって、どこで売っていくのがいいのかっていうのを聞いた上で進路を定めるっていうのが、おそらくいいかなっていうふうに思います。私は自己分析は割とできる方なんですが、私でも大きくこう、進路変更とかどうしようかなっていう時には、私は私のコンサルタントに、現状私の得意と私の特徴は何ですかっていうのを聞いたりする時があります。自分で思っている、ないしは、生徒さんから選ばれてる理由っていうのも分かるんですけれども、もう少し引いた目で見た時の自分の価値って何なんだろうなっていうのを、知りたい時にお尋ねしたことがあります。一番意外だったのはですね、私のコンサルタント
2人いるんですけれども、その2人にですね、教室集客のコンサルとして本格的に稼働していく時に、自分の立ち位置と見せ方の得意領域はどこなんでしょうっていうのをお話を伺った時に、1人の方からはね、女性であるっていうことを言われた時にびっくりでしたね。女性の先生をもともと集めようと思ってて、自分も女性だったんで、いや、それ当たり前とか思ってたんですけど、当時、今はね、非常に多くなりましたけど、当時、教室の集客のコンサルタントって、そういえば男性がほとんどだったんですよ。あ、そう考えると、女性っていうだけでも、まあ、イニシアチブがあるんだなっていうのを当時は思ったりしました。あと、同時に、ウェブとか、あとは、まあ、ウェブデザインとか写真とか、まあ、当時動画もね、扱えてたんで、そういう機械ものとかウェブとかも、いや、教えることができてコンサルできる女性の人っていうのはかなり少ないというのも言われて、ああ、そうか、自分はできちゃってたんで当たり前だと思ったんですけど、引いた目で見ると、ああ、そういう特徴は確かにあるかもしれないなって思ったんですね。で、もう一人の方から言われたのは、実際に教室業の実務をやっていることって言われましたね。それも自分の中ではコンサルタントになるために教室の実務をやったので当たり前だと思ってたんですけど、あ、そっか、男性のコンサルタントとかは特に教室の実務をやってない人がほとんどだなっていうことが分かったので、あ、それも得意なポイントになるんだって思ったのと、あとはもう一つ言われたの、実業をやっていること。実業っていうのは営業とか社会経験があって、社会人でずっと勤め続けてきた上に、バーチャルのウェブを覚えたっていうことが得意だって言われました。要はウェブの方の世界から来た方はウェブだけしかやらないし、実務の実業でしかやってない方はウェブが苦手な方とかも多いのに、両方ともバランスよく実践してきてるっていう、両方の経験を伝えることができる人は少ないというふうにね、言われたんですよ。あ、なるほどっていうことで、まあ、そのあたりも盛り込んで自分の特徴として外向きに発信をしていったっていうのが当初になります。ですから、自分の特徴とかが見えなくなってきた時には、少し引いた目で自分の特徴を分かってくれる人に、まあ、どうなんでしょうっていうことで、まあ、相談していくっていうのは一つの選択肢としてありかなというふうに思います。ですので、まあ、その時のポイントっていうのは、今それをやるべきかっていうことです。時流ってやっぱりどうしても大事なので、例えば私、電子書籍の、クリエイティブディレクターって言って、電子書籍を作る、自分でも作るし、作ることを教えることもできるんですけれども、今は伸びてきているので、またそれを再燃してお伝えしようかなと思ってるんですけど、初期の頃で一回ちょっと中だるみになった時期があったんですよね。で、その時はコンサル業をやってる方が世の中の時流に沿ってて、よく伸びていくので、電子書籍はそんなに必死に集客してなかったんですよ。で、少し停滞期。でも、サイトは持ってました。また再燃する時期が来るだろうというふうに思っていたので。で、実際にコロナになって家にこもる人が増えて、そういう電子書籍の需要も増えて、作りたい人も増えてっていう状態になったので、また私、電子書籍の授業を少し復活させようかなというふうに思ってるんで、その時期を見て出す、引っ込めるっていうのも一つのポイントかなと思うので、同じテンションでずっとやり続けるっていうことじゃなくていいと思うんですよね。緩急つけて、今はこっちが売れるからこっち、この時代にはこっちが売れるからこっちで、少しここは激しく集客はしないけど、コンテンツは持っておこうっていう、そういうね、メリハリをつけるっていうのも多分大事です。なぜならば、先生の時間も私の時間も等しく24時間しかないからです。寝る時間は当然必要でとか、家族のね、時間とか、そういう食事食べたりとか何かするっていう、そういう時間も当然必要で、それを引いてった結果、残ってる時間をどう使うか。で、最大限に、もしも稼ぎたかったら優先順位を決めないと無理なんですね。っていうことをちょっと今日はお伝えしたいかなというふうに思いました。はい。それではまとめです。停滞している教室の先生へ、選択と集中をすると売り上げも倍になる。というお話なんですけれども、まずそのポイントの一つが、今の自分の
たくさんのコンテンツの中でどれが売れ筋かっていうのを冷静な目で見極める。生徒さんがとか誰かが欲しいって言ったからじゃなくて、売れ筋はどれなんだっていう目で見極める。これ一つ目ですね。二つ目、売れ筋を軸にして、その横展開をしているものが、その売れ筋のものにつながるようなものを中心に残していく。全く関係がないものはその機会に切っていくっていうことが必要です。で、あとボランティア化しているお仕事はもう収益から外してボランティアとして割り切ってやっていくっていうことのメリハリをつけるということが必要になります。で、3つ目、選択と集中をする時のご自身の一番大事にしなくてはいけない軸っていうのを決める必要があります。稼ぐことが軸であれば稼ぐを第一優先にします。家族との時間が第一優先ならそちらを第一優先にします。ご自身の趣味の時間を取ることが第一優先ならば、それを第一優先にした状態で組んでいきます。なので、自分の人生を自分でコントロールする中に仕事が入ってきているっていう感覚なので、心が病むほど仕事をしてはいけないし、ワクワクしないほど稼いでもいけないっていうことになるので、どのみちやっぱりバランスが必要になりますので、そのあたり上手にやっていっていただければなというふうに思います。それでは。